働く若手男性の早期リタイヤの希望者が増えている民間調査会社が今年実施したアンケートでそんな実態が浮かび上がった少子高齢化が進展しかつてなら定年が近い人ですら働き盛りと見られる時代に若者の意識が変化した背景には何があるのか。 調査はパーソル総合研究所が全国15、69歳の働く男女1万人を対象にした、働く1万人の就業、成長定点調査、2017年から毎年に、3月に実施し、働き方に関する意識などを尋ねている。人生で何歳まで働きたいと思うかとの質問に対する回答は、平均で20代男性が58、0歳。 30代男性は62、4歳だった、1回目の17年調査時は、20代男性が63、8歳、30代男性が66、6歳で、それぞれ4歳以上早まる結果となった。また、リタイア希望年齢について、20代男性で50歳以下とした人の割合は計29.1%で、17年の計13.7%から2倍以上増加。 30代男性で55歳以下とした人も計14.3%から計28.1%と約2倍になった。20、30代の女性や40代以上の男女はおおむね横ばいで推移しており、パーソル総研の金本まり研究員は、20、30代男性で得意的に早期リタイアしたいと考える人が増えていると分析している。なぜ早期リタイアを望むのか。 50歳怒りたいや希望の20代男性、55歳以下希望の30代男性にそれぞれ尋ねた回答のトップはいずれも、働くことが好きではない、20代イコール29.9%、30代イコール31.8%だった。次いで、家族や友人との時間や趣味などプライベートな生活を充実させたい。 20代イコール 16.7%30 代イコール20.9%だった希望理由には変化も見られるその一つがリタイア後の生活のための蓄えが十分あるだ20年調査時と比べると20代は約5ポイント増の 13.8%30 代は約6ポイント増の14.6%だった金本さんは米国初のファイ e 経済的自立と早期リタイアのように資産運用などで資産を築いて計画的に早期リタイアすることが注目されていることや共働き世帯の増加で必ずしも男性が家計を支え続けなくてもよいという人が増えていることなどを考えられる背景に挙げている金本さんは若手男性が早期リタイアを希望する心理について仕事に対する意欲が低下したわけではないとした上でプライベート